エルンスト・アルント、エルンスト・モーリッツ・アルントは、ドイツの愛国詩人、歴史家、フランクフルト国民議会の議員ともなった。青年期の彼が学んだ、グライフスバルト大学は、彼の名を取って、エルンスト・モーリッツ・アルント大学と称されている。1769年、竜言島の勝律で、不能の息子として生まれた。1787年、家族でシュトラールズントへと移住した。 1791年にグライフスバルト大学に入り、進学や歴史学を学ぶと、その2年後にはイエーナ大学へと移り、ヨハンゴッドリープ・フィヒテに指示した。ここでフィヒテの思想的影響を受けることになる。学業を終了すると、一時家庭教師を務めた後、ヨーロッパ各地を返礼した。その途中でライン川流域に立ち寄った際、フランス軍によって、 歴史的建造物が破壊されていたのを見て心を痛める。こうした経験は彼のナショナリズムと反仏感情を育んでいった。この時期に表したゲシヒテでアラボージョンシャフトインポーマンウントルーガンは彼の主張の一つである。ナポレオン軍が本格的に大陸制覇を推進していく中、1806年に時代の精神を表してドイツナショナリズムについて言及したが、 これがナポレオンの反発を招き、一時はスウェーデンへの亡命を余儀なくされた。しかし、1809年に英雄的な軍人が対フランス戦争で戦死すると、再びドイツへと帰国した。パンフレットを通じた戦意公用などに努め、彼が作詞した、ワズイスト・ダズ・ドイチ・ホター・ロントなどの様々な作品は、ドイツナショナリズムとドイツ統一を鼓舞した。 こうした作品は、後のブルシェンシャフト運動などでも、頻繁に歌われることになる。グライフスバルト大学のアルントゾーナポレオン戦争は、フランスの敗北で終わった。しかしながら、アルントが望んでいたような政治的状況は、生じなかった。35君主国などによって構成される、ドイツ連邦が成立し、ナショナリズムに基づくドイツ統一は困難となって、しまったのである。 1818 18年に、ボン大学で、教授職を得た、彼は、学生たちによる、ウルシェンシャフト運動を支持し、カールスバート決議によって運動が抑圧されると、保守反動的な当時の政治体制を批判した。こうした姿勢から反体制的な人物とみなされて一時、逮捕され、1840年まで、教授職から離れることになった。しかし、この間に、 様々な著作活動を行った。1848年革命が起こると、彼はフランクフルト国民議会の議員に選ばれた。憲法草案をまとめ、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム4世に皇帝院就任を要請する代表団の一人になるが、プロイセン王の提案拒否によって挫折に終わった。その後も、精力的な著作活動を続け、 1860年にボンボ没した91歳。ありがとうございます。